神楽の巣をご覧の皆さん、こんにちは、神楽です。イエイ。はい、神楽の巣第70回は、神楽メンバー全員でお送りしたいと思います。イエイ。よろしくお願いします。さて、神楽のですね、近況などをまずは伝えていこうかなと思うんですが、最近何やってますか、一志さん。もうさっき歌撮り終わったとこです。さっきですか。はい。どうでしたか。いやー、もう今回ね、はい、まあシングル、ニューシングル式、はい、まあそれはすごくいいバラードで、うん、あ、その2曲がね、うん、濃い感じで、はい、出来上がってくると思うんで、うん、すごく期待してほしいですね。そうですね。シェイさんどうですか、うん、レコーディング。まあつい最近ですけど、いやー結構ね、今回はね、うん、そんなおとなしくなかったんですよ。あー珍しく。そっか、そうね、うん、なんかねちょっといろいろ試せたし、うん、うん、まあとりあえず出来上がりをね楽しみにしていただければなと、そうですね、感じでございます。なおさんは。いやー僕ですか。はい、そうですね。まあベースドラムはちょっともうちょっと前にもありましたけども、うん、終わってね、無事に、うん、あとはそうですね、最近だとやっぱりオリンピックが、うん、すごい興奮してたね、うん、世界じゃないよ、ね、そうあ、世界世界陸上なんかすごいの出たんでしょ、世界新記録かなんか。そうあのね、ウサインがね、うん、9秒58出したんですよ。なるほど、ね、とんでもない記録をね見ましてね、鳥肌立っちゃって、ね、朝の4時半ぐらいにブログ迷惑な更新しました。興奮して鳥肌立っちゃったから、はい、なるほどね、はいはい、じゃあアキラさんはレコーディングどうでしたか。終わってですね、はい、今はあれですね、今回は、はい、そんな編集とかはないんですけど、うん、素材を結構撮ってて、いろんな、なんていうのかな、うん、まあギターとかもそうなんだけど、うん、なんか他のもの、一応曲としては撮ってあって、なんかもし足すならみたいな、うん、後で、ね、そういう素材をなんかちょっとチョイスしたり、まあそのぐらいの、そう、ね、だからまったりした感じですね。でもまあだから前みたいな、うん、ギリギリになってなんかそのなんかうわーとかいう気分ではなくて、そのもう新しい気分ですよ。ある程度ちゃんとこう構えてて、そうだからぶっちゃけなくてもいい素材だから。なるほどね。言っちゃうのやらなくてもいいことだけど、言っちゃうより、ね、よくどつぼになる、なるようになったらいいなっていう感じで、ね、まだあるのかなっていうところを探ってる段階ですよ。そうですね。まあリリースまでですね、まだもうちょっとあるんですけども、神楽全員心を一つにしてですね、かっこいい作品が出来上がると思うんでね、楽しみにしててください。さて、はい、今回のですね、企画なんですけども、はい、今回の企画はですね、グラドリアウトテイクスペシャルです。おお、何ですか。じゃあなんだアウトテイクスペシャルってなんだこれ。神楽の巣の10分間のミニコーナーとして、うん、昨年7月にスタートしたグラドリですが、実は毎回みんな平均30分ぐらい収録してました。あ、はい、うん、あ、20分もまだ出してないってことなんでね、使ってないシーンがまだまだたくさんあるので、はい、前回、グラドリリターンが、無事最終回を迎えたこのタイミングで、うん、今までのグラドリの未公開シーンを、アウトテイクスペシャルとして、うん、今回、公開することになりました。あーすごい、70回だからね、70回だからね、なお記念日みたいなさ。さてですね、まあここで皆さん結構前のことなんでね、あまりちょっとこう記憶としてね、うん、あれなんか、うん、ないか、なお、なおだって、なお、なおすごいね、すごいね、ということでね、まあフリップを見ながらね、思い出していこうかなと思うんですけども、
これちょっと見づらいですか、皆さんさっきの紙なんかあったらあれなんですか、見た方がいいじゃないですか、はいはい、まず1回目にね、やったグラドリなんですが、これは2008年さっき言いましたけども 7月から始まって、レポート編ということで、うん、やってきましたが、うんうん、これっていうのはみんな覚えてますか、何が自分でやったかっていうのは。ああ、それは覚えてますよ。覚えてますか。はい、確かこれ、あの一番最初って僕と泉さんでやりましたよね。あのどういう風にやったらいいのかっていうさ。あ、そうだ、車の中でね、そう話してね、うん、ラドリはこんなんでいいのかっていう感じでちょっと難しいなってね、うん、今までと違ったから ね。ああ、なるほどね、うん、あの時は、皆さんゴルフ。そうですやりましたね、打ちっぱなしのさ、うん、行ってきちゃってさ、うん、やりましたね、やったやった。ちなみにアッキーは何やりました。これは、はい、泉さんのやつ撮ったやつ。あれだよ、俺あの最初だったからあのどさんこ牧場撮ってたでしょ。そうだ、で あの勝手が分かんなくて喋、うん、っちゃいけないもんだと思った。そうだね。そうだ、あ、そうだ、無言で撮ってたら、うん、ふとね、これ俺じゃなくてもいいんじゃないか。確かにね、難しかったね、その最初だから。秋ね、泉さんが悪い。あ、そう、俺が悪い。それでも完璧悪い。俺はだって説明不足なんだもん。そう、反省したもん。そうでしょ、うん、で、その後あのメールで来たもん、いろいろと。そうでしょ、うん、そこ直さなきゃいけないのと、あの脇毛が見えてますっていう。あの、初の部屋なし。部屋なし。いや、それはあれだよ、うん、あの奇跡ですよ。奇跡だよね、歴史的に、うん、知らない方が良かったら真実な。生えてるみたいな。しょうがないよ、ね、それ生えるよ。生えるもん、しょうがないもんね。すごいですよ、恥ずかしい。そんなメールがあるの。いや、ありがとうございます。すいません、面白いね、すごいね、うん、Cさんは何やりました。僕は、旅行、旅日記だね。あれですよね、ツアーの時でしたっけ。いや、今、ね、旅日記、うん、あー、そっか行ったじゃない。はい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 、あれ新潟の方だよね。うん、うん、はい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 、撮っていただいたね。あと撮ったのがあれなんだっけ、アッキーを撮ったのか。俺これちょっと見ていいですか、パッて、うん、こういう風になってるんですけど、あ、ポッドキャスト、うん、一緒になってる時に撮ったんだ。あ、そっかそっか、撮られる側と撮る側があるってことだよね、うん、まあいろいろやってきたけど、石さんは何やったんだっけ。俺はナオランに耳袋を取ってもらったんですよ。ああ、ありましたね。ね、取ってもらった。あ、そっか。え、取ってもらった。うん。そうそう。そう、確かね、石耳袋を行ったのは違うか。ここじゃねえか。ん？あ、そうだよね。ここだよね。あ、そう、あ、もう石耳袋そのものを取ったってことか。そうそう、入りからさ、取ったわけ。ほぼあのナオランの一人飲みの、うん、なるほどね。あ、それって俺見に行ったってな。いや、あ、来た、うん、ナオランがなんか適当にこうカメラ回して、うん、飲みながら、とか、あの新兵の適当って言葉言ってこっちも必死だから、どういう風にこう意思をさ、そうね、時々気づいたよ、ここにもなっちゃう。いや、でもね、あの自分で見ててね、あの俺はこのナオランのね、こう持っているなんていうの、うん、笑いに導く才能。あー、なるほどね。感動すら覚えましたね。俺のだって頭からこの上の部分であんなに笑ったことないもんね。あの絵でなんでこんな顔してるんだろう。なるほどね、うん、すげーなと。なるほどね。そしてですね、2回目になるんですかね、2008年12月からですね、グラドリ、スペシャルということで、うん、まあ、企画編をやったわけですが、はいはいはい、はい、これはですね、どうなってますか。これあれですよね、あのツアー中に撮った、はい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 、グラドリですね。やりましたやりました、うん、結構記憶ありますね、これあるね、うん、すごい記憶がある。もう泉さんが撮った記憶あるよ。あ、俺あの50問あの50投する、うん、何問くらい放映されたの。多分10個とかそのぐらいじゃないですか。まだまだありますよ、いっぱいいっぱいいっぱいありますね。ちなみに似顔絵描いた人いますね。似顔絵、あ、俺ですね、似顔絵描きましたっけ、うん、あのね、この時のグラドリは、はい、あのね、アッキーがすげえフィーバーしたのね、俺の中で。俺の中でね。え、モノマネそれ。いや、モノマネもそうなんだけど、
俺撮ってもらった時に、うん、その絵描いてる時にすごかったんだよね、アッキーが、うん、そのコメントしちゃいけないじゃんっていうコメントなんだろう、あれその例えばさ、その俺色紙にさ、みんなの顔、絵画を描いたわけじゃん、うん、それでさ、これ視聴者にプレゼントするっつってさそれこれ、なんだっけな、流れが、確かね、これいるっつったらいらないって言ったんですよ。あ、なるほどね、出来上がったものに対して、うん、なるほどね、面白かったね、あの時は。ひどかったな、うん、石さんは、あー、これやったわ、俺なんか意地悪しちゃって記憶あるもん、これ、うん、いやもうね、漢字ですかい、うん、あの地名のね、うん、地名無理ですよ、意外とね、読みづらかったりとかね、いろいろとあるもんね。ね、あの後もいろんなその地名に出会いましたけどね、これ無理でしょってやつしかないですね。例えば何がありました？なんだろうな、じゃあ北海道全部北海道無理ですよ。まあ、北海道読みづらい土地あるからね、うん、実際にね。でもさっき言いましたけど、秋葉さんモノマネということでね、うん、あれ何個使われたんですか？何個使われたんだろうな。結構いや むちゃながらにやった気がするんですよ、うん、でも俺結構いろいろといろんなモノマネやってましたよね。やったやった、かなりやったけど、うん、あ、一番ひどかったのおすぎだえ、まんま秋なんですおすぎですボビーはすごい似たけどね、ボビーにさ、あの、あすげえ似たけど、あった、うん、おすぎはね、ひどかった、あ、すげえかったか、俺的にはもっとねやりたかったんだけど、うん、ちょっと 80% ぐらいのやつがあ、全部出来上がった、一応あれ 90% ぐらいかなあ、90ラインなんだ、まあいつかまた機会があって行ってみたいですね、うん、ある程度一番アーティスティックなことをしたの新平なんだけど、新さんは、武道館での SE ですね。そう俺ら4人がふざけてる間にツアー中かなんだよ。そうツアー中にさ、バスで、イッシが撮ったやつですよ。俺、あ、ナオさんでしたっけ、うん、あ、そうか、撮ってた。そうでしょ、うん、俺、三半規管弱いのにさ、あ、後ろ向きになって撮ってた、撮らせるわけさ、そこがちょっと S なんだよね別にそんなこと意識してないんだよあそっか、そっか、武道館、そうですよね。あー、確かにそうだな。すみません、気づいてすら言いませんでした確か、イッシさん寝てったよ、確か、もう後ろに行って、うん、そうだね、そんなことも、ね、そしてですね、まあ、つい最近だと思うんですが、まあ、グラドリ、リターン R ということでですね、うん、今年の3月から、この間までやりました日常編ということでですね、はい、やってきましたが、これはまあつい最近なんで記憶もね新しいんじゃないですか、これ。そうですね、うん、僕はちなみに、まあ、最後の最後のやりましたけども、釣りで良かったのかっていういや、すごいね、もう今だからもうネタバラシしますけど、はい、本当はね、うん、ブラジル行ったじゃないですか僕ら。で、せっかくだからもうここでね、取っていこうと、お土産を買っている泉を取っていこうということでね、始めていたわけですよ。始めてましたね、うん、で、やっぱりね、店の中とかってこう取っちゃいけないところが多かったから、あ、じゃあ空港のお土産、うん、お土産屋さんでっつって、まあ、そこでもですね、まあ、時間がないのと、あとはうちのホセヤさんが、ね、忘れていました思いっきり酔っ払って忘れてたんですよまあね、ブラジルね、そうそう、ちょっとこう最後だからね、うん、酔っちゃいましたけどね、うん、ありましたね、本当にね、あれね、ブラジルでグラドル撮ってたじゃない、うん、ショッピングモールみたいなのにさ、うん、あ、グラドル撮ってんだと思ってさ、3人の負のオーラそうだよね、これ撮ってんのかなって、この、うん、本当目が死んでんのね、3人とも特に細谷なんてさ、ぐったりさ、もういや、だって迷子になりましたからねショッピングモールの中で、うん、ごめんなさいって言ってどこかに消えていったよねすいませんっつって、あとで探しに行ったもん、2人で、そんなこともあって、捕獲したよ、俺らがそっか、捕獲してくれたのか、日本のお土産屋さんで買わされてましたなんだっけ、東京そう、東京のなんかお土産を買わされてたんですよ、ね、ブラジルで、ね、あったね、
夜捕獲だ。いいと思う。最後の最後ですけどね。あとは、言っていくと、石さんは、うん、幽霊居酒屋。あ、本当ね。あの、お世話になったんですけど、吉祥寺にあるあの幽霊っていう居酒屋さんで、はいはいはい、僕よく行ってたんですけど、はいはい、まあでも、あれ以来行ってないです。あ、行ってないんですか。はい。すまんのこといて、行ってない。違う、もう、ちょっと遠いからね。あ、そうか、うん、で、あの、後々からこう、ファンの方たちに、あの、先週の土曜日、幽霊行きましたって。あ、行きましたよって、あ、なるほどね、うん。よくよく聞くんですけど。あ、うん、じゃあ、あんまりあれですね。うん、行き来できないですね。何か。そうだよ。幽霊居酒屋さんの方にさ。なるほど、ね。あ、確かに。まあ、行ったらね、多分惹かれると思います。僕がこう、どっちがメインかって話になってくるからね、それはね。今さらっと言います。失礼なこと言ってね。え、幽霊か医師かみたいな。ああ、行くときにね。うん、そして新さん、自転車洗車しましたね。洗車しましたね。いつもなんか、まあ、あの、この頃ではないか、もう自転車にはまり始めましたね、小屋新さん。いや、結構経ってるよ。そうか、結構汚れてて。そうだよね、確かに。冬にしてね、結構寒かったですよ。でもなんかいろいろと自転車のことよく分かりました、僕は。あ、本当ですか。何だったっけな。あの、これこの、あの、このまあ、いいか。次、アッキーは渋谷と書いてますよ、これ。渋谷、あの、バスケですね。そう、あの、冗談コート行ったら、あ、はいはいはい、あの、先客がいて。あー、はい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 。そう、ちょっとあれ、ちょっとコント仕掛けてね。最初入っちゃったけど。あれ、渋谷の駅から近いんですか。渋谷の駅からどうなの。あれ、あの、タワレコの近くです。あ、そう、あの、ESP とかの、あの通り、もうすぐ。そう、明治通り沿い。あれ、明治通りじゃないや、なんだっけ。いや、明治通り沿いだ。明治通り沿いかな。うん、沿いっていうか、ちょっと入ったとこ、うん、あの、電車走ってる上の、もうちょっとね、奥行ったとこ。あ、そうなんだ、うん、行ったことないでしょ、冗談コートだって。あんなトレンディーなとこ。トレンディー行ったことないでしょ。トレンディーで人聞きましたよ。すごいさ、聞きましたよね。ジョーダンの手形があるんだよね。え、嘘。うん、あのね、でっかい、でっかいね、モノホン。モノホン。え、どんぐらいでかいの。俺よりでかい。でかい。嘘。うん、ナオランがこうやってジョーダンの第二関節ぐらい。第二ぐらい。うん、確かに。魔女の手みたいな。あ、じゃあもう生き物として違いますね。うん、ほんとすごいね。うん、なるほどね。そして、ナオさん、ジム。ああ、もうジムは通ってたからね。なんか噂ではすごい行って体鍛えて、いつもね、大学にいつもね、うん、何やったんですか、その時は。その時はね、まあ軽くだけどね、うん、まあとりあえずシンくんにさ頼んでさ、うん、ちょ、どれやったらいいみたいな。それいつもやってることなの。いつもやってるトレーニングなの。いつもやってるやつのちょっともっと軽いバージョンだね。うん、いつもだったらすげえことやってんだけど、こうやったりさ。何キロぐらいまでいけるの。何キロぐらいまでいけるの、これ。いや、もう重さがね、うん、その機会なかったじゃない。たまったまやたまったまその日はなかったの。うん、たまったまそうだね。そうそうそう。まあでもいろいろとですね、いろ、うん、んなプライベートなところも撮れたりですね、いろいろと面白い企画なんですけども、はい、まだまだですね、まあさっきも言いましたけども、公開してるやつは10分ということで、うん、他のじゃあ未公開になってる部分もですね、はい、これから、ご覧いただこうと思います、うん、はい、それではグラドリアウトテイクスペシャル、じっくりお楽しみください。それではどうぞ。グラドリー第1回グラドリーということでですね、いはい、勝手にあのナオさんの大切な休みをですね、ちょっと取っていきたいなっていうことでですね。いや、ちょっと恥ずかしいですね、なんか。まあこういった企画もね、うん、まあありかなっていうことで。いやね、エクボがいいよね。あ、いいね。エクボでいい。いいね、うん、いいね。あといるんすか、なんか。え、あとですか、うん、泉さん、本名なんて言うの。言えねえべや、そんなこと。え、そんなこと。いいじゃん、久々ドライブみたいな感じでさ。言えねえべって、そういうことさ。ドライブっつったってさ、これだって全世界だよ。あ、そうだよね、うん、じゃあ、あと2人ぐらい答えれるの。
や、あと2人、あと2人ぐらいかい、うん、そうだな、あーそうか、なんだろうな、あと2人ぐらいかい、うん、あれいいなーっていう人が、なんだろう、泉さんのタイプだよね。タイプか、あ、じゃあ芸能人に例えなくてもいいよ、タイプで言うならさ、タイプで優しい人とかダメね、あマニアックな部分言って、手が綺麗な人、マニアックでしょ、マニアックだね、うん、手が綺麗な人、指が綺麗な人、そう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 、指先が綺麗な人、え、惹かれるそうなんだ、あの、なんか良くないですか、わかんないですか、いやじゃあナースは何すか、なんかどっかそのマニアック的なところで何フェチですか、俺は昔から手フェチって言ってますよ俺、あ、本当ですか、あ、そうなんだ、うん、俺フェチね、たくさんあるんですよ、例えばニット帽かぶってる女の子が、あ、よく言う、あ、キャップ言ってますね、キャップ、キャップかぶってる女の子が、うん、ヘッドホンしてる女の子、ヘッドホン、ヘッドホン、あのでっかいヘッドホン、そうそう、こう、なんていうの、街でさ、あ、分かる分かる、電車の中とかでもしてますね、そうそうそう、時々ね、あれはちょっと惹かれるんですか、あのね、絶対見ちゃう、あの、ずっと見ちゃう、なるほどね、ずっと見ちゃうわけよ、あとなんかあります、あとね、内もも、うん、内ももフェチ、どう、内ももって、あの、その、エロいとかそういうんじゃないですよ、エロいっすエロいっすよ、エロいとかじゃないですよ、そういう風に言うから、ええ、多分これテロップ、エロいっすエロい、エロいなお、そのね、エロいとか、フェチっていうのはエロいとかじゃないですよ、なんですか、そこじゃあ、俺が、俺、あれかい、そういう風に言ってる俺がエロいかい、うん、そうだよ、だって俺なんか神楽の巣でさ、うん、昔あの心理テストでさドエロってみんな言ってた、あ、そうだ、色使いとかでね、うん、ドエロだわっつってた、あったね、グラドリー、どっからをきついピョってピョってそう、あよい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 じゃあ最後、奈緒さん行く、それとも秋行くか、秋行こうかな、うん、ね、最後曲紹介をね、紹介はビシャンとね、うん、最後曲紹介ビシャンって、あのビシャンってビシャンって、あ、はいはい、じゃあよろしくお願いします、はい、じゃあ神楽で渦を聞いてくださいどうぞいいんじゃない、もしもし、斉藤さんテンポ良かったんじゃないですか、今日は今日でなんか曲出しにくかったんですけど、いつも音があれかそうっすか、さっきの歌、あの次からドロップのジングルの撮ってるからな、あの、いや、すいません、はい、内藤さん、すいません、ちょっとそれだけちょっと自信ないんで、わかりました、はい、じゃあもう攻めます、よく気をつけて、はい、はい、了解です、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です、そうです、あ、カズオです、本当さん、カズオっすか、ヒロシだから、覚えやすいよ、ヒロシ、ヒロシだから、あ、友達ヒロシだったんだ、まあ、そんなことよりは、まあ、ヨーロッパ頑張って行きたまえ、はい、じゃあ行ってきます、行きます、ちょっとグラドリーよいしょ、はい、ははチェック、オッケー、なんか予定、次なん、あれ今回が何日、28日、これ何回目、5回目、次が5回目、5人切りで、次が6回目がいつだ、あ、ありがとう、もしお二人が俳優さんだったら何役がやりたいですか、
キャットストリートで俳優デビューしたお二人は何に挑戦してみたいですか？ぜひぜひ教えてください。ではこれからも更新頑張ってくださいということでありがとうございます。ありがとうございます、もしお二人が俳優さんだったら俳優、はい、俳優か、俳優、俳優純粋に何役やりたいかってこと？何役やりたいか、俺はちょい役でいいな、うん、わかる、うん、俺なんか木の枝とかでもいいもんそれ無遊戯会レベルでしょ俳優さんだったらじゃあどうしようかね。20世紀少年だったら何役やりたい、うん、俺ね読んでないんだよね。読んでない、うん、じゃあ踊る大捜査線踊る大捜査線あれ結構おいしい役いっぱいありますよ。あれでもね、ゆうすけさんみたいなのがいいな。じゃあゆうすけさん、うん、あーいいいい、あの人も一応主役でなんか映画出てるしね。ね、あー見た見た、交渉人、うん、秋は俺ね、翔さん。翔さんか、翔さんはやっぱり秋や翔さんじいさんになったらアイディア役やりたい。想像できないなまあできないけど、翔さんすごい好きだったね。あグラドリー、はい、というわけで、今回のグラドリは俺が映すシンさんなんですけども、どうもです。はい、今日はあ、本当だ、ザラザラ。どういうことでいろいろ声が入ってますけど、今日はファンクラブの旅行でですね、うん、皆さんでお出かけということで、うん、どこに行くんですか？新潟、新潟、津南っていうの、津南、はい、にですね、うん、みんなで遊びに行こうかなと、うん、いうところで、まあ、インターってことで、なんかやりますか？なんか何？これ、お金置いてきちゃった。さあ、ここって。なんだよ、お前。はい、というわけで、突然飛びますけども、ファンクラブ旅行、無事終了いたしました。終了しました。はい、どうでした？いやー、ね、すごいたくさん、うん、人いたし、うん。まあ、ね。なかなかこういう山まで行くことないんで、うん、楽しかったでしょでしょって聞かれても極みってことなんで、うん、何を極める？まあいろいろと、いろいろと見てのお楽しみ的な。まあでもなんか結構何やかんやでフォアも、うん、結構やってきたじゃない、うん、あのなんかそろそろなんかこうね、ちょっと定番じゃないけど、うん、盛り上がりをもっとなんかもうどっかんどっか行ってもいいのかな。ああ、いいね。行って石が、あ俺かよどっかんどっかん。ちなみに今回9回目で旅行、あ、はいはい、10回目はどこに行きたいですか？え、まあどこでもいいっすよ。なんかこう、あそこ行くんだみたいな感じ、うん、でもそういう方が同性があったら面白いかもね。うん、前沖縄も行ったし、北海道だ。北海道だ。じゃあ、ああいいね。いいね。よし、じゃあ10回目は北海道で。まあね、その辺はまた、うん、決まったら。はい。って感じで。って感じで。はい。クラドリでした。はーい。終わり。終わり。はい。はい、クラドリでした。はい終わり。はい、グラドリ、あのさ、いっくんさ、うん、あれっすよ、鳥ですよ、グラドリ。あ、そうだよね。はい、鳥ですって。あー、一周したんだよね。うん、早いもんで。早いよね。え、5ヶ月経ったってこと？もうそういうことでしょ。ってことだよね。うわ、早いな。早いな。石見袋、あ、これ前半戦終わったってことでいいのかな、これ。はい。俺さっき見てたんだけど、はい、あのすげえいいもんもらってたじゃん。え？あの言えないけど。言えないけどね。うん、いやこれ言えないけど。言えないけど。世界中で俺しか持ってないからあれ。まさかのセルガ、うん。しかも、約20年間ファンです。よかったね。
久々テンション高いお前見るとちょっとイラッとするわ。いやーいやーすごいわ。うん、なんかね、あれはでも良かったね。人徳ってやつだと思います。うん、いいサプライズね、木原先生がやってくれて、良かったね。すごい。まあここからちょっと後半なんですけど、すでに酔っ払ってます。そうだね。ちょっと今日は忘年会な感じで、まあ、ナオラも来てくれたし、行きたいなと思います。お前絶対そのメガネ絶対置いてくんなよ。そのメガネ絶対置いてくんなよ、頼むから。プレゼントフォーユー。なくしたば買ったばかだから頼むから。プレゼントフォーユーデバイス的な。グラドリー。はい、こんにちは、グラドリースペシャル、秋山さんです。はいはい、ということで撮ってるのは石です。うん、今日は何を。今日はですね、うん、今日は最近趣味ってわけじゃないんですけど、うん、ちょっとしたね、マニアックモノマネっていうのが流行ってまして、意外だね。まあ似てる似てないは置いといて、うん、まあグラドリスペシャルということで、はい、マニアックモノマネいこうかなって。はい、このネタは、うん、この周りにいる人たちから、うん、これをやれと、うん、指令が出たのね。はい。ノーズです。マリーです。ローズマリーです。こんな感じだったよね。こんな感じでいいですか。お好きです。ちょっとね、違いが分からなかったんですけど。こんなの絶対勝てねえよ。うわすげえ。ちょっとリクエストしていいですか。モスって言ってモスやべえ、似てでしょ。Yes, we can. こんばんは、ゆうこです。小倉ゆうこ。似てる気がしない。もう、おう、悩みもよ。あなたの髪きっと生えてくる。かしこですね。やる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 わ。小池、お兄ちゃん。いい、今のためは良かったよ、すごく。ニョロン、じゃあ顔で締めたいと思います。ニョロンの顔、はい。はい、ありがとうございました。はい、グラドリー。俺が描く絵は、すごくリアルだよ。独特なのはしてますよ。そうそう、だからちょっと顔だけ、ささっと描いて、はい、いこうかなと。OK です。これが、ナオガハクによると、こうなります。素晴らしい。テケテンテケテンテケテケクズザこうなるんですよ。はい、じゃあこれをプレゼントするんですか。しないです。あれしない方向で、うん、いったらいいかな。じゃあこれどう、これはどう。じゃあさ、アッキーこれさ、はい、もしさ、うん、プレゼントだったら欲しい。いらないです。どこでもそれ言おう。いや、欲しいですよ。今多分うまいことカットしてるから、これ。あ、すげえ。うん、さ、プレゼントにしたらさ、欲しい。欲しい。マジで。じゃあこれプレゼントしちゃうかな。地面さんに、うん。欲しいと思うよ。じゃあ、うん、神楽、グラドリ係、うん、係っていうの多分ないと思うけど、うん、グラドリ係までこれ1名さん。なおさんの色紙欲しいって書いて、欲しい。置いてくれればいいのかな。うん、だね。うん。こんな感じで、はい、俺の趣味を、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
グラドイン。PSC ツアーのさ、うん、SE 作ってって言われて。はいはい、1月3日ですか。そう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 、うん。でさ、実はね、作る時間ないじゃん。ないね。だから、今このツアーの、うん、仙台行って、終わって北海道行って、うん、盛岡か、うん、行って帰る間に、移動中作っちゃおうかなと思って。お前って本当偉いんだな。偉いっしょ。お前って本当に偉いんだな。照れるね。PSC10 周年で1月3日だから、テクノ。もうね、その時点でね、外れ。だって俺がさ、今さ、それ言ってもさ、うん、あれ、貴様がつくんでしょ。そう、でもね、もし、だからあんまり良さそうなのに言ったら、うん、それいいねってなるかもしれない。あ、そっか、テクノ却下だ。やっぱ却下すんじゃん、やっぱ。あのね、テクノか。だって俺テクノで育ったようなもんじゃん俺。貴様がテクノ聞いてる瞬間聞いたことない。じゃああれ、とりあえずさ、うん、もう走っちゃったでしょ、うん、俺酔うじゃん、うん、今後ろ向きで撮ってるからさ、酔い続ければいいじゃん。そこあれだね、新さん S になるとこなんだね。あのね、結構ね、進んだよ。だいぶ、まあ、だいぶ。お前って本当に偉いんだな。聞いてみ。これでもまだ視聴者に聞かせらんねえから。うん。よ。それでは、神道。なおが。お送りしました。それでは、さよなら。ちょっと胸元だけ撮らせてよ。本当？うん。本当撮ってもいいけど、何もしてない。お前って肌綺麗だよね。よし。はい、ではここでお題コーナー行ってみたいと思います、はい。前回の、私が神楽の巣プロデューサーだったらというお題に寄せられた回答を早速、ご紹介したいと思います、はい。それでは一志さん、よろしくお願いします。はい、岩手県、メイヤさんからいただきました。ありがとうございます。私がもし神楽の巣全県大使になったのなら、うん、ぜひカラオケ大会を開催したいです、うん、私自身よく友達とカラオケに行くのですが、普通に歌うだけでなく、うん、歌詞を見ないで一曲歌えるかにチャレンジしたり、うん、年代別メドレーを一人一曲交代で歌ったり、うん、過去男の子が女の曲に当たったりすると面白いんですと、様々な楽しみ方をしています。普段イッシさんとナオさん以外のメンバーの歌声を聞く機会がないので、うん、ぜひ強制させたいです、うん、笑いとかね、うん。また最近のカラオケのメニューにはロシアンルーレット系の食べ物が必ずと言っていいほど入っているので、それもチャレンジしてほしいですと笑い、はい、ね。なるほど。そっか、神楽の巣全権大使か。確かにまあ普段はまあイッシは歌ってで、うん、ファンクラブとかでナオさんと会いますもん、ね。まあコーラスもやってますし。あ、そうか、コーラスもやってるしね。確かにね。そうだな、まあ、そう、確かに歌う機会がないっていうのもあるよね。うん、まあ、あれですよ、ダークホースは審査ですよ。でも昔、歌ったことなかったっけ。あるある、一回だけ。ある、あるある、ありますよね。あるよ。そう、審査の場合は、あの歌は普通に上手いんで、うん、それにね、あの、体をつけていただけるとめちゃくちゃ面白いですよ。そう、それに体がつくとめちゃくちゃ面白いですよ。体がつくと、あ、そこ見てみたい、うん。俺もその映像を確認したいね、まあ、コピーしてからな、それやりたいな。なんか、効果音で言うとコキコキって。そう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 。そうそう。ギリギリだな、なんか。写真とかね、なんかね。サビみたいな。そうそうそう。あ、でも、あれですよ、アッキーも歌ったことありますよ、二人で。あ、そっか、うん、アコースティック系。そう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 、はい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 、あ、歌ったことシャムシェードかな。そう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 、うん、誰かのめっちゃ高いやつね。俺とアッキーも歌ったことある、一緒に。あ、そうだそうだ、うん、小袋さんのやつ。そうだそうだ、うん、結構あるんですけど、ね、意外とあるんですね、うん、でもまあ、そういう風にカラオケ大会なんかやってみたら面白いかもしれないですね、うんうんうん、はい、それではですね、2通目、アキラさんお願いします。はい、新潟県の愛理さん、ありがとうございます。ます
神楽の皆さん、こんにちは。こんにちは。まさにこのお題を待ってました。張り切って投稿します。神楽の巣プロデューサーというよりは、もしも姉御様だったらという仮定で想像しました。仕事編、神楽さんにやってほしいことは山のようにありますが、いろいろ考えるのは大変なので、いっそのことメンバー様に一人ずつ企画を立ててもらい、順番にそれをやっていきます。そしたらもしかしたらとんでもない企画が出現するかも。で、あと2個目、はい、私生活編、はい、まずはメンバー様と一人ずつ飲みに行きます。誰が？僕はね、この愛理さんのかな。秋谷様とはモンハンについて、新様とは自転車について、ナオ様とはジャニーズについて、なぜだ泉様とはドラゴンボールについて、石様とは妖怪について、それぞれ語り明かします。そして最後にニョロ様とは、ニョロニョロはいらないじゃないかな。いらないとか言わない。ニョロ様とは神楽の素晴らしさについて朝まで語ります。と勝手なことを書きましたが、私が最も望んでいるのは、神楽の巣をずっとずっと続けるということです。これからも楽しみにしているので頑張ってください。やってます。なるほど、すげえな。なんか小学校の先生がね、いいこと言う時のような、うまい。あ、でも先生っぽいかも。そういうなんかわかんない途中までこう自由やなと思わせておいて、最後ほんわかこうね、締めるみたいなさ。そんなコメント求めてないじゃん。さっきあの企画を、そのメンバーが一人ずつ企画を立ててもらうっていうのが、なんかまあとんでもない企画出てきそうだよね。無茶なことが出てくるね、きっとね。できるかっていうのもあるかもしれないしね。あと一人ずつ飲みに行って話すっていうのは、この一つだけじゃ多分続かないと思う。続かないんじゃないかな。ジャニーズはでも、ジャニーズなんだよね。ジャニーズばっか歌ってるからかな。かな。確かにそうだね、言われてみる。そんな詳しくないんだけどさ。歌いたい曲を歌えてるだけだからね、俺。ただ単に。そうだな、ドラゴンボールだもんな。これでも、すごい続けそうだよね。あそこのシーンがさ、あそこのセリフがさ、できるもん。モノマネはいいや。あのさ、泉さんさ、できるもんって言ってるけどさ、前さ、ドラゴンボールクイズをさ、ね、俺らやった時にさ、何にも答えられなかったじゃん。何をしてるのさ。ドラゴンボールなんか何なのさ、ボールボールになりたい俺。そういう好きだった、そういう好きだったんだ。そう探してほしいってこと。そうそう、これを探してそうそうそう、面倒くさいってことな。面倒くさいよね。審査は自転車だね。自転車ね。自転車ね、飲んで話すよりも乗った方がいいんじゃねえよね。そう、市場ね。でも乗っちゃダメでしょ。飲みながら。飲酒はちょっと危ない危ない。そっか、リチさんは妖怪だね。うん、多分俺が一方的に話してるだけだと思う。妖怪の話。一方的に喋ってこう。一方的に怒ってるみたいな。なんでわかんねえんだよ。喋る終えたら僕帰りますよ。申し訳ない。根元最後にでもいいこと書いてくれたね。ちょっと大笑いしました。ありがとうございます。ここでもう一つ、久々に普通のメールですね、略して普通目をご紹介したいと思います。普通目はしんさん、お願いします。はい、では普通目、はい、読みます。はい、北海道ジーヨさん、はい、神楽の皆さん、こんにちはです。こんにちは。先日必殺仕事人の話を鶴瓶さんがテレビでしていまして、はい、歴代の仕事人はみんな監督から何を自分の武器にするか、どんな殺し方をするかを自分で決められたそうです。その話を聞いた時に、神楽が仕事人だったら皆さんどんな武器を希望するのかなと思いまして、質問ということで説明いたしました。なるほど、ヘビーだね。でも楽しいもんね。俺はね、俺はもうあれですね、できれば、はい、まあ多分そのまあなんていうか夢的なね感じで何でもいいんであれば、俺はあの呪い時間かかりそう、必殺仕事人じゃねえ。こうやって、いや
やってないで逃げちゃうみたいな。いやいや、やられちゃう。違う違う違う、家にいながらですよ。家にいながら。あ、そう、お前最強だな。そう、そう、何家にいながらこうやってやってるの。そう、なんかこう、こうやってこうやって、あの、ごま団とか炊いてこうやって、そう、クジャク王みたいな感じ。あ、それバラそっか、そっちか。なるほど。誰か行きますか、誰か。俺でもね、あの操りしてみたい人を。そういう武器で。そう、なんかさ、なんていうの、糸みたいな。そうそうそう、ピアノ線とか使っちゃってさ、ああ、なんとかしてその人の体に巻きつけて、なんかこう、なんていうの、なんだろう、なんかの術でなんかやったとして、なんか俺妖術使えんの。やめな。なんかの小5のトーク。じゃあ妖術使えて、使えたとして、でその人のその神経にいけるわけ。俺の指のその先から。じゃあいわゆるナルトの中に出てきそうなやつだね。あ、そうそうそう、そうシュパッていって、その神経とか俺がもう何もできちゃうの。その動かしちゃうのね。そう、まあ屋根の上からだけどね。でどうやって殺すんだ。でそれでその恥ずかしい感じのことさせるわけ、人前で。あ、恥ずかしい。そうそうそう、死ぬ前にそのあれってこと。そうそうそう、で、それで俺がこうクッてったら首がプッてこう最後やん。恥ずかしめをやって、すげえ怖いと思うよ、俺の必殺は。それホラーやん。新しい。じゃあアキヤさん、なんかありますか。幼児とかあるよ。まあ幼児なんで。でもなんかじゃあエレキギター俺持ってて、はい、そのフレーズによってなんかね、起きんの。もうそれ、あの仮面ライダー響きにそういう人いるんですよ。なんか、あ、そうなんだ。 A マイナーをジャーンってやったら動かなくなる、まあ体がね。そしてなんか E マイナーになったらなんか足がひねられていくとか、なんかそのフレーズによって。え、じゃあ C メジャーはやっぱ笑っちゃうわけですか。なんかそういう感じできたらいいな。なんとか C マイナーセブンスの、まあ最終的にはギターで投げる。あとはもうコード、もういきなりアナログですね。もうコードクソになってるじゃん。せっかく遠くからやってるのに近い前まで行って。そんな感じで。じゃあアッキーも妖術ってことだね。そうですね。シンさんは。俺はとにかく遠距離攻撃がしたいから。何で遠距離攻撃。どうしようかな。いや、シンさん、ここはあれですよ、 USB ケーブルとか言ってほしいですか。 USB データを送ってくれる。なんかウイルスでも言ってほしい。なんか一貫したそのイメージ通りのことを言ってほしかった。いやいや、デジタルショです。だって、仕事人でしょ。うん、江戸時代に USB 出てきていいかい。だって妖術とか。じゃあ俺、じゃあ俺はウイルスでしますよ。イルムさんどうします。俺どうしようかな、いろいろあると思うんだよね。ドラゴンボールで願い事叶えてもらえばいいじゃん。それ最強じゃん。イルムさん、なんかおはぎとか投げてくる。出して、ダメろっつって、ぺったくなっちゃうの。入れてる間に。なんかあるよ。でもね、もうなんだろうな、でもバカーって言ってそう。ひたすらバカーっつって、言霊で殺しちゃうよみたいな。それいいね。最高じゃん。言霊でね、死ねっつったら死ぬでしょ。最強じゃん。怖くて喋れないよ。怒らしちゃダメだから。怒らしちゃダメ。そんな感じですね。はい、まあ私たちが多分必殺仕事になることはないかな。ないんじゃないですかね。これ基本妖術だしね。統治国家だし、ないでしょ。じゃあそろそろ次回のお題を発表したいと思います。はい、なおさんお願いします。いいですか。はい、今回採用させていただくのは、はい、岐阜県まりさんのお題でございます。ありがとうございます。神楽の皆さん、姉御さん、こんにちは。こんにちは。ブラックの皆様が何とも楽しいお題を送られているので、調子に乗って私もお題を送らせていただきます。
私がグラッコの皆様にお聞きしたいのは、グラッコさんなら一度はあるであろう神楽のメンバーさんのこんな夢見ましたです。ファンならば夢に大好きな神楽のメンバーさんが出てきてくれるのはとても嬉しいことなのではないかと思い、同時に皆さんはあと思い同時に皆さんはどんな夢を見ているんだろうと気になったので投稿させていただきました、面白かった夢、嬉しかった夢、不思議だった夢、自分視点でも客観的に見た夢でも、印象に残った夢を教えてください、ちなみに私は奈緒さんと新さんが海パン姿でなんていうのこれ、こたつ、あ、こんな字書くんだ、こたつに入りながらアイスを食べているという不思議な夢を見たり、秋葉さんと泉さんがリンボーダンスを踊っている、かっこかなりうまかったです、夢だったり、最近は石地さんがすごい出てくるんだね、最近は石さんが出てきたんですが、ドン引きされるようされそうなので内容は言わないでおきます。いろいろな公開と楽しみに待ってますと、ということで、これでもすごいね。でもあるよね絶対にね。ナオさんとシンさん、カエパン姿でこたつに入りながらアイスを食べてるってすごいね。カエパンでこたつなんだね。カエパンね、俺でもこのこたつってこういう感じ書くんだ ねすごい自分ね。知らなかった、勉強になるね。これなんだと思った、ロバタとかさ。いや、なんどうすればロバタになるの。これすぐに読めるな。ねえ、なんか読めそう。巨頭とかさ、巨頭すら入るの。そう、カエパン姿でね、アイス食べ、なんかなんで海パン姿逆に知ってるわけ。あ、でも想像なんじゃないですか。なるほどね。全て海パンの形状にもよるね。ブーメランなんかさ、そうね、トランクス系なのか、絶対ブーメランだよ。ブーメランかな。ブーメランでこたつに入ってるって小学生じゃん。今までの人生の中でさ、ブーメランパンツ履いたこと人いる。何ブーメランパンツって。ビチッとした水泳とかで入る、水泳やってる人。あれですよ、だから小学校のスイミングとかで。へぇー、一心はブーメランかなんか。多分、あの、緑の帽子で、緑の帽子でブーメランだったの多分。すごいな、緑のブーメラン、緑の帽子で、潜水とかしてました。後ろ足とかもうガバッと開いてこう。今の意思を想像してしまう。結構ね、アホなんですよ。まあでも楽しみですね。はい、というわけで、次回のお題は神楽のメンバーさんのこんな夢見ました、に決まりました。マリさんありがとうございました。ありがとうございます。回答メールの締め切りは9月4日です。たくさんのメールをお待ちしてます。それでは引き続き、グラドリアウトテックスペシャル後編をお楽しみください。それではどうぞ。グラドリ結構長い付き合いだけど、まだお前のこと分かんないことばっかだからな。そう、じゃあいい、何でもいいよ俺。本当？何でも答える。じゃあね、50問いくよ。あ、本当？お、すごいね。いいよ、いくよ。何羊羹が好き。やっぱり水羊羹だよね。まあ水羊羹もたくさんあるけどね、ちっちゃいのが大きい。あ、次。鉛筆を食べたことありますか。いや、あるでしょ、シンさんあるでしょ。ない。いや、俺でもね、俺ね、指の中に今でも鉛筆の芯が埋まってる。そういう人いるよね。あ、いるいる。シャーペンの芯で、あ、いる。こうやって刺されたとかね、遊んでて、遊んで、あの机にこう立てて、でこうやってさ遊んでたら上からポンとかやられてプスって。うわー、それ残ってんの。残ってる、今でも。そうさ、うん、黒い。どこ残ってんの。え、どこに残ってんの。あの指先に黒い点になって。じゃあ、あれ入れ墨みたいな感じだ。だから握手した時にちゃんと見てもらった方がいいよ。やめて、あまり見て。はい、次、はい、消しゴムは。消しゴムもちろんあるでしょ。シンさんもあるでしょ。ない。いや、あるって。ない。だって匂いのついてる消しゴム食べたくならない。チョコレートの匂いとかするやつ。あ、ね、昔ね、俺のね、隣に座ってるやつがキリスト教徒で、すげえ真面目なことを言うんだけど、消しゴムのガスを前の女の子に投げてる。それで宗教問題だと思う。あの、それで良くないと思う。良くないと思う。みんな平和で行きたいなと思う。そうね。はい、次、
最近悪いことした？悪いことしたね。そう。いやたくさん悪いことしてると思うよ。そう。うん。なんかね、そう、心をね、どこかでね、なくしてからね。どこかで心をなくしてから悪いことばっかりしてるからね、それちょっと言えないけど、反省したいなって。うん。みんなの前で反省したいなと思う。じゃあ、後で反省会ね、終わった後。はい、最近、じゃない。携帯電話、うん、どこで使ってる？やっぱり、au じゃない？あ、一緒だね。au。俺、すごい、アドレスすごいよ。言えないけど。アドレスすごいよ。au の easyweb.ne.jp の前すごいよ。マジでか。言っちゃう？え、受け付けちゃう？グラドイン。あ、全部で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 問あります。はい。一つずつ間違ったら悪口言うてくんで。そして最終的に答えられなかったら、そこで、なんていうの、大変なことになるから。じゃあ俺が答えたらどうなの？何が？そんなの知らないよ、そんなの。なんで俺ら、なんで俺メリット、デメリット食らわなきゃいけないの？デレレン！徳島県からです。これは有名ですね。はい。うん、はい、どうぞ。有名だよ。その地名は有名。ちなみに日本一エロい町名前って言われてるらしいですよ。あ、言っちゃった。はい。それ言って大丈夫な言葉？いや、それは P 入るかもしれないですけど、ノーカットでお送りしたいと思うんでノーカットダメでしょ。入んない。うん、ね、うん、そうだね。そういう感じではないかもしれないね。でもそのままなんか、うん、なんでだろうか、うん、ある意味すごい、すごいね、すごい。遊び名とかでもないよね。ああ、でもまあそういうことですよ。ジョロウ。いや、違います。じゃあ最後答えをどうぞ。遊女。ブーブー。答えは盛りです。え、日本一エロい言葉な？そうらしいですよ。いや、町っていろんな名前があるらしいんですよ。盛ってるってこと？わかんないですけど。グラドイン。じゃあそしたら今日は新さんの自転車を洗車するということで、俺密着するわ。ていうか、すげえかっこしてんな。すげえ。うん？いやー、今年こそ花見できるかな。花見いいね。いや、毎年俺言うんだけどさ、俺ほんと花見したことないのよ、新本。そう。いや、ほんとにさ。じゃあする？いや、してみたいんだ。あね、したことある？シンポン。あれだよ、俺のイメージの花見っていうのは、うん、まず夜、設定は。あね、うん、花見って昼だから。俺の勝手なイメージね。で、でっかい木の桜の下で、うん、こう酒を飲みながら、うん、カラオケして、うん、酔いつぶれるっていうイメージ勝手になるわけ。正解。合ってるね。正解。なんかそれをやってみたいんだよね。なんかこの、まあ、神楽の巣っていうか企画でもいいからね。なんかそういうなんか企画とか。あ、でもあれだな、難しいのかな。あの、考えてみれば、うん、俺も全然花見とかしたことないよ。あー、花見の定義って何さ。花を見ながら酒を、お酒を飲む。いや、なんかどうなのか分かんないけどさ、うん、さっきその昼間帯に行くっつったじゃん。そうだね、なんか昼間から酒を飲んでも許される的なイメージ。あー、ブレーコー的な、うん、普段だったらね、うん、あ、ビールなんかね。もうそろそろだな。多分この放送、これが流れてる頃には桜前線が来てるんじゃないかな。グラドイン。ということで、
まあ、ビールですね。これなんだ？これつまみです。うん？唐揚げです。唐揚げです。じゃ、いつから幽霊好きなの？え？いつからホラーっていうかこういうの好きなの？3歳。3歳。そうなの？3歳。あの、おばあちゃんがこう話す怖い話。ああ、言ってたね。だからもう、階段って、うん、俺の中ではもう怖いもんじゃなくて、うん、安らぎすら感じる。ああ、子守歌的な、うん、おばあちゃんからの。でも小学校の時さ、七不思議とかあったでしょ？あったあった。そういうのあったの？あのね、全部検証したもん。全部やった。あったんだやっぱ。うん、けど、うん、あの一個も、うん、なんかその本物に出会ったことなかったね。ああそう。花子さんやっぱり。あった。あったなんかね、花子さんと、うん、胸近くにはあった。ああ男の子だったね。あとあの音楽シックスのあるね、あのベートーベン。ベートーベンね。いいね。ちなみに医師は花子さんはどう思うの？花子さん、うん、いや完全な都市伝説。あれは都市伝説なんだ、うん、そう難しい。階段と都市伝説の境界線というのは難しい。へあの口裂け女は都市伝説、うん、はいはい。で人面犬も都市伝説、はいはいはい。で階段っていうのは、うん、もうあの完全に何ていうのかな、そんじゃなくて、うん、実話を元にした。実話、そうだから体験者がいないといけない。ああそうなんだ。だって都市伝説ってさ、うん、誰がって分かんないじゃん。分かんないね。階段っていうのは、うん、なんか誰々の、うん、なんか友達とかさ、うん、なんかお兄ちゃんとかさ、うん、そういうのがあるから階段って。奥深いね。そう、何気にね、深いんですよ。グラドリー。ちなみに、うん、せっかくタワーレコード来たし、うん、あの俺らのね、CD を、あ、そうですね、売ってるとこを見てこようかな。そうですね、はい、ちゃんとどんぐらい売れてるのか。これ何階なんだろう。2階。2階ってことで、じゃあちょっと2階行きますか。はい、よし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 、行ってみたいと思います。うん、よしよし、AKB 見よう。いやー、ほんとちょっとあれだね、ほんと許可折れてよかったね。よかったよ、いつもね、イベントでね、お世話になってるから。そうだね、うん、来ました、 J-POP。俺らの庭ですよ、庭。さあ、神楽より AKB あるかな。どうする。まず、あ、ファクトだ、ファクト。ファクト、あ、ほんとだ、あの、茨城のね。茨城のね。俺でもアッキー言っとくけどさ、俺、あの、AKB さんの、俺、顔ファンじゃないからね。曲ファン。曲だから、あくまで。あった、あった。声が高い。どれがおすすめなの？あのね、やっぱりね、最近だと、うん、やっぱやっぱ十年桜さんとか。十年桜、これ、あ、そう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 、これおすすめ。そうそうそう、なるほど。十年桜か、大声ダイヤモンドだね。いい歌だよこれ。なおなん誰が好きなの？いや、俺だから顔ファンじゃないから。うん、あ、でも前田敦子ちゃん。どれだ、前田敦子ちゃんってここにいるんだよ ね、うん、この子はタイプだ。この子なんかね、あの PV だとすごいいい演技とかいい感じなんですよ。でも俺顔ファンじゃないから。そこ強調するね。うん、グラドリー。あのね、実はね、うん、前もね、こういうカットで始める感じだったね。かぶっちゃってる。うん、運転からの。それ前撮った時昼間だった？前、昼間。昼間か。今暗いかい？今ね、今ね、ちょっとホラーチックな、あ、本当にかい、絵がね。なんかじゃあ、次よりジンに来ない方がいいんじゃないですか？うん、それを伝えたいわけさ。一緒についていってこうとするけど。それを伝えたいわけ。どっちかって言えばセクシー。うん、そう、こういう絵が欲しいわけでしょ。ちょっともう少し腰をひねった方がいいかもしれないね。腰ひねる方。あ、いいね。こうじゃん。これどういう絵がいいんだろうね。ちょっと生めかしい感じ。グラビアっぽく撮ってみようか。あ、ちょっといいね。楽しそうだね。目標の方ですか？目標かい。目標はあの男子好きだからね。そうやね。うん、こうでしょ。あ、いいよ、いいよ、もっと押し付けて。こうでしょ、こうでしょ。生意気。
無理、キモいとかっていうの失礼だよ。そうだな、ね、うん、あの心平ちょっと分かってない、忘れてないと思うけどさ、うん、一応アーティストだから。あっ、ういっす、うん、でもあれだあの某有名アーティストのさ、目標やってたじゃんね。そうそうそう、ちょっとなんか斜めから撮った方がいいか。あ、そうだね、ヒップラインつうのがね。あ、そう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 、こう、あ、いいね、こうでしょ、この絵。あ、これはもしかしたらあれかもな。いいでしょ、これいいかもしれない。あーね、これ怒られるかなカットしされてるグラドリー。え、釣れた？壊れた？壊れちゃった？あらららららこれすごいシュールな絵ですよ、これ。海面に浮かぶ浮き一つ。竿一本に浮き一つ。お、なんかいいじゃん。引いてる？いや、これ水に入れて食べておいてください。食べるときは一個かけそうな。ん？一個かけそうな感じがするよ。一個かけそう。夏のように、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 考え込むよ、考え込むよ、一人釣り。何何、一人釣り、一人釣り、俺もできた。はい、どうぞ。泉さん、はい、グラドリじゃなく愚痴ドリへ。うまくね、超うまい、うまいっしょ大将。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、未公開になっている部分とかですね、いろいろとまだまだメンバーのプライベートシーンなの見れたと思います。はい、どうですかね、またこういうやつってあるんですかね。いやー、あるでしょう。だって今日70回だからね。うーん、なおってわかる？ん？7ってゼロでさ、うん、なおって読むじゃん。なんで？なんで？なんでしょ？だって7がなでしょ？ゼロはゼじゃない。なぜ？そういう捉え方もできない。なぜだ？なるほどですね。あ、ごめんね、ちゃちゃ。あ、いえ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 。まあ十回だ。アウトテイクスペシャルご覧になった後なんですけども、はい、実はですね、次回第71回からですね、はい、正真正銘のラストシリーズ、はい、ラストシーズンですねこれね、はい、グラドリーファイナルが、スタートします。おお、これで本当に最後なんですか。なるほどね。ということでですね、今まで、レポート編、企画編、日常編とやってきましたが、はいはいはい、グラドリファイナルの裏テーマはズバリ司令編です。司令っていうのは司令ですね、うん、司令、はい、ということでですね、まずは私泉がですね、うん、次の、コンビに司令を出したいと思います。ほう、これ多分取られる側が難しいと思いますよ、うんうん、結構考えたんですよ、うん、まあ、誰になるかまだ分かりませんけども、うん、まあ僕いつもライブでですね、ちょっとしたこう曲間の中でソロをやっている曲があるんです。うん。何ですか、ナナさん。神歌です。そうです。神歌です。おお。神歌のですね、あのソロ、あるじゃないですか。あれを完コピしてもらおうと思いまして。すごい指令ですね、それ。
それはすごい指令ですね。はい、俺絶対無理。いや、誰になるんでしょうかこれ。無理でしょう。いやいや、これあれですよ、もう3歳ぐらいからやり直さないともいいですよ。それ泉さん、はい、あ、まあ、あのテンポ感も全部一緒で、あの、まあ、できればクリックありでやってほしいんですけども、はい、あのメトロノームでね、はい、あのまあ、そこはまあちょっとこうあれかな、できるかできないか分かんないでね。だって俺逆にさ、はい、神唄のドラムのそのあそこのソロをさ、はい、シンが叩いてたら俺弾くもん。警官に叩いてたら弾くもん俺。仕込みでもいいかな。あ、打ち込みを作るね。なるほどね。それで当てぶりすればいい。ミュージシャンとしてちょっと高めに出せる。神唄のドラムソロ何回か変わってますよね。いや、変わってるんですけども、ちょっと変わってる、ね、って思う時あるよね。手数が多くなって、うん、入ってたりとかね、うん、時々アクセントずらされると小説数が分からない。まあ基本はですね、うん、まあ、CD 通りなんですけども、はいはい、あとはこう自分がこうかっこいいと思うアレンジをしてもらってですね、なお気持ちで、気持ちでやる、気持ちなんです、うん、体で表現した時の、うん、あのグラドリってどうなるんだろうな、ちょっと面白いじゃないですか。なんで、誰を、誰をね、指令が叩くんでしょうね。指令を出したいと思います。さて、次回誰と誰がこの指令を実行するのかはお楽しみにということで、今回はこの辺でお別れしたいと思います、はい、次回の神楽の巣は9月18日公開になってます、うん、また次回お会いしましょう、それではさよなら。バイバイ。皆さん、俺です。今回ですね、神楽の巣70回ということで、本編の方でも言いましたけど、70 70なおの回ということでね、今回実はちょっとですね、皆さんにちょっと、まあ70回ということで1名様にですね、私が色紙に書いたメンバーの似顔絵プラスアルファを1枚書いたので、それを1名様にプレゼントしたいと思います。多分ここら辺にあのテロップがワイプが多分あると思うんで見てください。それでは皆さん、どしどし、応募待ってますので、はい、多分すごいいい記念品になってると思うので楽しみにしててください。なんでした。